志村動物愛が心に響く感動会。志村動物園で元の犬エチゴンちゃんと奇跡の絆。志村動物園という番組は、長年にわたり、動物と人間の絆を温かく、そして感動的に描き続けてきました。私たちは動物と接することで、多くのことを学び、感情的なつながりを深めてきましたが、 その中でも特に心に残るのは、人間が動物に対してどれほど深い愛情を注ぐことができるかという点です。先日放送された回では、平野翔くんがゲストとして登場し、彼の動物に対する優しさや愛情が強く伝わってくる内容でした。彼の真摯な姿勢は、単なる芸能人としての役割を超えて、多くの視聴者に感動を与えました。番組の中で紹介された犬たち、 特にエチゴンちゃんという元野犬との触れ合いのシーンは、単なるエンターテインメントではなく、動物が抱える心の傷や、信頼を築くことの難しさを考えさせられるものでした。エチゴンちゃんは男性に対して強い警戒心を持っており、最初はなかなか心を開くことができませんでした。翔くんは、最初は戸惑いながらも、彼女に対して慎重にアプローチをしていきます。彼が試みた方法は、 エチゴンちゃんの視点に立ち、目を合わせないように気をつけながら、おやつを使って距離を縮めるというものでした。しかし、すぐには警戒心を解くことはできませんでした。ここで彼が見せたのは、ただのタレントとしての役割ではなく、動物に対する真剣な気持ちと理解を示す姿でした。このようなシーンを見ると、私たちは一瞬の感動だけで終わるのではなく、もっと深く考えるべきだという気持ちにさせられます。 なぜなら、番組で紹介される動物たちは、私たちが普段は目にしない、裏の現実を背負っていることが多いからです。例えば、殺処分寸前で保護された犬や、人間から虐待を受けた結果、深いトラウマを抱える動物たち。彼らはただ、かわいい存在ではなく、私たち人間が引き起こした悲しい現実を背負っているのです。志村動物園のような番組が存在することで、 多くの視聴者が動物の命の重さや、彼らが抱える問題に目を向ける機会を得ます。しかし、それだけでは十分ではないとも感じます。なぜなら、番組が放送されて終わった後、その感動や気づきが一時的なものに終わることが多いからです。視聴者が、感動したと思うだけでは、実際に動物たちの状況が改善されるわけではありません。ここで問いたいのは、 私たちがこのような感動的なストーリーを目にした後、実際に行動に移すことができるかということです。例えば、動物を飼う責任について改めて考えることや、動物保護施設に寄付をする、またはボランティアとして活動に参加することなど、個々ができる具体的な行動は多岐にわたります。平野翔くんが番組を通じて動物たちと触れ合う姿を見た多くの人々が、動物愛護の意識を高めるきっかけとなったかもしれません。 しかし、その意識をどう実際の行動に変えていくかが、これからの大きな課題となります。一方で、動物保護の現場にはまだまだ多くの問題が山積しています。日本では毎年多くの犬や猫が殺処分されていますが、これは単に数値の問題ではなく、社会全体の意識の問題でもあります。ペットショップで簡単に犬や猫を購入できる環境や、飼育放棄が増えている現状など、 多くの要因が絡み合っているため、解決には時間と努力が必要です。将軍のような影響力のある人物が動物愛護の活動に参加することで、多くの人々にその現実が広く知られるようになるのは大変意義のあることですが、そこから一歩進んで、社会全体がどのようにこの問題に取り組んでいくかが重要です。また、今回の放送で感じたのは、動物と触れ合うことが人間に与える影響についてです。 翔くんがエチゴンちゃんと心を通わせるために努力する姿勢は、ただ動物との信頼を築くためだけでなく、私たち人間が持つ、共感力や忍耐力を引き出すものでした。動物は私たちに何も求めることはありませんが、私たちは彼らの存在を通じて、自己を見つめ直す機会を得ることができます。特に現代の忙しい社会では、 動物と触れ合うことがストレスの軽減や心の癒しにつながることが多いとされています。翔くんがエチゴンちゃんに対して見せた忍耐や思いやりは、私たちが日常生活の中で忘れがちな相手の立場に立つという重要な姿勢を思い出させてくれました。さらに、動物たちの持つ無条件の愛は、私たちが日々の生活で感じるストレスや不安を和らげる力を持っています。エチゴンちゃんのように、 一度は人間に裏切られた動物でも、再び信頼を取り戻すことができる姿は、私たちに希望を与えてくれるものです。翔くんがエチゴンちゃんとの距離を縮め、最終的には心を通わせることができた瞬間は、多くの視聴者にとっても感動的であり、また私たち自身が持つ、信じる力を再確認するきっかけとなったことでしょう。しかし、ここで考えたいのは、 なぜこうした問題が根本的に解決されないのかということです。動物保護に関する法整備や教育が不十分であること、また社会全体の意識がまだまだ低いことが一因となっています。例えば、動物虐待の罰則が軽いことや、動物を簡単に捨てることができる環境が続いている限り、同じような問題が繰り返される可能性があります。また、ペット産業における商業的な利益追求が、 動物の命をを軽視すするる風潮を助長しているとも言えます私たち一人一人が動物を所有物ではなく命ある存在として尊重する意識を持つことが必要です。翔くんが番組を通じて見せた優しさや愛情は私たちにも通じるものがあります。しかしそれは単なる感動で終わるべきではなく実際に何か行動を起こすための第一歩として捉えるべきです。 動物愛護の問題は一朝一夕で解決できるものではありませんが、私たちができる小さな行動が、やがて大きな変化を生む可能性があります。例えば、ペットを迎える際には慎重に考え、責任を持って最後まで世話をすることや、動物保護施設への支援を検討することなど、個々ができることはたくさんあります。志村動物園のような番組は、その一歩を踏み出すきっかけを与えてくれます。 動物との触れ合いを通じて、私たちが感じる感動や喜びは、決して一時的なものではなく、私たちの生活や価値観に大きな影響を与えるものです。翔くんが番組で見せたような優しさと真剣さを、私たちも日常生活の中で動物たちに対して持ち続けることができれば、きっと世界は少しずつ変わっていくでしょう。私たちが翔くんのように動物たちとの関わり方を見つめ直すことができれば、 日常生活の中での小さな変化が積み重なり、大きな影響をもたらすかもしれません。動物との触れ合いは、単に、かわいいや、癒されるといった感情だけでなく、その背後にある彼らの背景や私たちが負うべき責任についても考える必要があります。特に、エチゴンちゃんのような過去に苦しみを経験した動物に対しては、時間と愛情、そして忍耐が何よりも大切です。翔くんが見せたように、 動物ののの立立場に立ち、ち彼らの感情や反応を理解しようと努めるる姿勢は、私たち全員が心がけるべきものです。動物保護に関する現実的な問題は単に一部の人々の関心事として捉えるのではなく社会全体で取り組むべき重要な課題です。現代社会ではペット産業が拡大し動物たちが商業的な商品として扱われる一方で飼育放棄や虐待が増加しているという事実があります。 ペットを飼うことは、単なる、所有ではなく、その命に対する責任を負うという覚悟が必要です。しかし、残念ながら多くの人がその責任を十分に理解せず、結果として動物たちが悲しい運命をたどることになります。こうした問題に対して、私たちができることは何でしょうか。まず、動物を飼う前にその責任の重さをしっかりと考えることが重要です。また、 動物愛護団体や保護施設の支援を通じて、救助された動物たちのケアに協力することも一つの方法です。さらに、教育を通じて次世代に動物愛護の精神を伝えることも、長期的な解決策として考えられます。学校や地域で動物に対する正しい知識や意識を広めることで、動物たちが安心して暮らせる社会を築くことができるかもしれません。翔くんが、 志村動物園で見せたような動物への真摯な向き合い方は、単なる芸能人の行動として終わるものではなく、私たち一人一人が見習うべき姿勢です。番組での一瞬の感動を忘れずに、実際に行動に移すことができれば、動物たちの未来は少しずつ明るくなるでしょう。例えば、殺処分寸前で保護されたプルプルのような犬が、再び愛される環境で生きるチャンスを得ることができるのも、 多くののの人々の支援と努力のおかげですまた動物との触れ合いは私たち自身の心にも多くの良い影響を与えることが科学的にも証明されています。例えばペットと一緒に過ごすことでストレスが軽減され幸福感が高まるという研究結果が数多く報告されています。翔くんがエチゴンちゃんと接する中で見せたように動物との関わりは私たちに忍耐や共感。 思いやりをを育む機会を提供してくれます彼らの無条件の愛に触れることで私たち自身も他者に対する寛容さや優しさを持つことができるのです。